卓球の野島ティ T リーグのプレーオフが22日に開幕し、東京・国立代々木競技場第2体育館で男子準決勝が行われ、チーム初の2連覇を狙ったレギュラーシーズン2位の琉球は、同3位の岡山に1対3で敗れた。琉球のエース張本智和は、1勝1敗で迎えた第3試合で岡山の円安、安安20対3で敗れた。 初対戦の円安のフォアに回り込む相手のスタイルに対応しきれず、バックハンドのミスを重ねた。リードした場面もあったが、ゲームの終盤は失点を重ねて主導権を明け渡した。試合後は、完敗です。予想以上にバックを使わず、フォアで狙ってきた。そういうタイプには負けることが多い、と唇を噛んだ。目標にしていた連覇を逃し、 ダブルスで勝っていい流れだったのに僕が1月1日からリードできず、第4試合の吉村、正春さんにも悪い影響を与えた、と責任を背負い込んだ。今回のパリ五輪でも活躍が期待される日本のエースは、五輪、世界選手権、WTT で勝つのが一番。もちろん T リーグでも勝ちたいし、どこでも勝ちきるのが一番強い選手だと思う、と自らに言い聞かせた。